皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。今週末はカタールワールドカップ前、最後となる親善試合が行われますが、日本代表に選ばれた選手たちは、これまで通りというか、順当に選ばれているという感じがしますね。そうだね。海外組は、開幕から絶好調の選手も多いし、代表戦でもどんな活躍を見せてくれるか期待したいね。そうですね。では今回も、そんな海外組の選手たちの試合を振り返ってほしいんですが、今節はどんな活躍を見せてくれたんですか？まずは、日本代表の攻撃の中心である、南野匠と伊東純也の直接対決から振り返ろうか。おお、二人とも今シーズンからフランスリーグに移籍してましたけど、いつ直接対決が行われるのか楽しみにしてたんですよね。そりゃあ、日本サッカーファンからすれば、楽しみだよね。この試合、スタッドランスの伊東はスタメン出場、モナコの南野はベンチスタートになるんだけど、1-0で迎えた後半20分から途中出場。待ちに待った直接対決が実現したんだ。待ってました。すると、ここまで苦戦が続いていた南野がついにこの試合で躍動するんだ。後半42分、味方のスルーパスに抜け出した南野は、ゴールキーパーとの1対1のチャンスを迎えると、これを冷静に決めて、待望のリーグワン初ゴールを記録するんだ。ついにやってくれましたね。ただ、南野はこれだけにとどまらず、後半アディショナルタイムには、チームのエース、ベン・エデルのゴールをお膳立てするアシストまで記録し、1ゴール、1アシストの活躍を見せ、3-0の勝利の立役者になったんだ。少し懐疑的な意見も出てきてたので、ここで活躍できたことは本当に大きいですよね。そうだね。しかも、この日はプレー以外の部分でもファンの心を掴んでいるんだよ。試合終了後、モナコサポーターのところに歩み寄り、日本の国旗を掲げていた親子の元へ向かった南野は、ユニフォームを脱いで、ファンの少年にプレゼントしてあげたんだ。ファンサービスも手を抜きませんね。この行動には、神対応、という声も多く上がっていて、プレー以外でもファンにアピールできたんじゃないかな。まさに完璧な一日ですね。これで南野自身も精神的に楽になるだろうし、これからさらに活躍していってほしいね。一方の伊東純也は、この試合はあまり良いところがなかった感じですか？伊東純也がというよりは、チームが前半のうちに退場者を出してしまったから、劣勢になる時間帯が多かったのもあるね。それなら仕方ないですね。ただ、そんな状況でも伊東純也はしっかり見せ場を作っているんだよ。後半29分、右サイドをボールを受けると、自慢の快速を飛ばしてディフェンスをぶっちぎっちゃうんだ。そして、その後鋭い切り返しで中央へと切り込むと丁寧なラストパス。ただ、これを味方が決めきれずにゴールには繋がらなかったんだけど、この伊東のプレーにはスタンドも大きく湧き上がっていたし、やばすぎ、こんなに早いんだ、といった賛辞が相次いでいるよ。さすがは伊東純也ですね。フランスのディフェンダー相手にもスピードが通用してますもんね。あの爆発的なスピードは本当に魅力的だし、スタッドランスとしても伊東のスピードを武器にしてるからね。南野といい、伊東純也といい、日本の攻撃を支える選手たちが調子を上げてきていることは、日本代表にとっては嬉しい限りですね。そうだね。同じく好調な選手で言ったら、フランクフルトの鎌田は、この試合でも大活躍を見せているよ。また鎌田ですか？もはや毎試合のように活躍してますけどね。今節では、遠藤と伊藤が所属するシュツットガルトと対戦したんだけど、試合序盤の前半6分には、鎌田のフリーキックを起点に先制点が決まると、後半20分には、直接フリーキックを決めて追加点をゲット。さらに後半43分には、鎌田のコーナーキックからゴールが決まりアシストまで記録。南野と同様に、1ゴール1アシストの大活躍で、3-1での勝利に貢献したんだ。もはやチームの顔になりつつありますよね。確かにそうかもしれないね。今節のベスト11にも選ばれているし、チームの顔どころか、リーグ全体で見ても、目を見張る活躍を見せているんじゃないかな。いやー、ベンフィカに行かなくてよかったですね。確かにそうかもね。ただ、調子が良い時ほど、怪我には注意してほしいですよね。現にドイツでは、怪我をする日本人が増えてますから、余計に心配です。本当にその通りだね。ミッドウィークに行われたヨーロッパリーグの試合では好調だった堂安も負傷退場してたからね。まあ、堂安の場合は、今節もスタメンで出ていたから怪我の心配はないだろうけど。堂安なら自身のインスタで、誰が怪我したって言ったとメッセージを投稿してるくらいですから、きっと問題ないですよ。それなら大丈夫ってことだね。今回の日本代表にも招集されているし、チームで見せているような活躍を見せてほしいね。そうですね。
でも、堂安とポジションを争うあの選手も好調を維持してるんじゃないですか？ソシエダの久保のことだね。確かに久保は今節も活躍を見せてくれたよ。リーグ戦2戦連続でスタメン出場となった久保は、この試合でも積極的なチェイシングで貢献するんだ。前半17分、久保が前線からハイプレスを仕掛けると、相手ゴールキーパーに出たバックパスめがけて猛ダッシュ。相手ゴールキーパーのトラップが大きくなったところを見逃さなかった久保は足を伸ばしてボールをカットすると、ゴール前に転がったこのボールをセルロートが押し込んで、先制ゴール。久保がアシストを記録するんだ。気持ちがこもったアシストですね。この日の久保のプレイぶりは、スペインメディアからも高評価を受けていて、とても危険な存在だった。と評価されているからね。なんだか久保は、ソシエダに行ってから守備面で評価されることが増えてきましたね。本人もモチベーションが高そうだし、守備でも結果残したいという気持ちが強いのかもしれないね。実際に、この試合終了後の記者会見では、このように語っているからね。僕は長い間、言われてきた。守備に苦労し、チームを助けていないという欠点をいつも指摘されていた。今シーズンは逆で、チームを助け、自分自身を犠牲にするところを示せたと思います。本当に自分を犠牲にしてでもチームの勝利を最優先する気持ちが伝わってきますよね。ここまで成長してくれると、日本代表にとっても頼もしい限りだね。伊東純也に、堂安に、久保と、ポジション争いは激化してますけど、良い意味でお互いに負けない気持ちでバンバン活躍してほしいですね。そうだね。あとは、彼らが作ったチャンスを決めきる、ストライカーがいれば言うことなしなんだけどね。本当にその通りですよ。浅野の怪我も大きいですけど、期待の上田綺世が苦戦してますから、大丈夫なんでしょうかね。そんな心配されてる上田綺世だけど、今節はシーズン2点目となるゴールを決めてくれたよ。おお、結果出したんですね。今節は、坂本が所属するオースデンテと対戦したんだけど、前半44分に、得意の裏抜けからペナルティエリア内でボールを受けると、キーパーのタイミングをずらす技ありのシュートを見事に決めてみせたんだ。この上田のプレイには、多くのファンから称賛の声が上がっていて、抜け出しもフィニッシュもインザーギみたい。和製インザーギに確実に進化しつつある。あの元イタリア代表のストライカー、フィリッポインザーギみたいと言われているからね。確かに上田の動き出しの良さはインザーギっぽいところがありますね。簡単なシュートを外しがちなところも似てるかも。まあまあ。何はともあれ、得意とするプレイでゴールを決めたということは、味方に自分の長所を知ってもらえることにもなるからね。チーム状況は悪いけど、少ないチャンスで結果を残してはいるから。とりあえず、もうちょっと踏ん張ってほしいね。逆に今の上田なら、日本代表の方がチャンスが多くて、大活躍してくれるかもしれないですしね。その可能性はあるかもしれないね。そういった意味でも、週末の代表戦はワールドカップを占う貴重な機会だから、どの選手が活躍するのか、目が離せない試合になるね。本大会のメンバー争いもここからさらに激しさを増していきますからね。全選手のプレーに注目したいと思います。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。